本日ですね、この早稲田大学におきまして、若者と、まあ、政治家が交流するイベントの方、参加をさせていただきました。何人かね、国会議員の先生方おられたんですけれど、まあ、今回ね、共産党の先生もね、おられたんですよね。衆議院議員の宮本徹さんですね。で、早速私も会ってすぐね、お話をさせていただきました。まあ結構ね、苦笑いされているような感じでしたけれど、ね、先週のかな、はい、私の参議院予算委員会のね、質疑で共産党のことをいろいろと質問をさせていただいたわけですが、まあちょっとね、少しというか結構ご立腹だったところもありますけれど、まあただ一方で意見は違えど共通できると言いますか、一致できる考えっていうのがね、あると思うんですよね。っていうのも、共産党っていうのは、公安調査庁による監視団体であるわけです。で、それはなぜかというと、暴力革命の方針を捨てていないということなんですよ。で、まあ明日のね、予算委員会でもそれ質問させてもらうんですけれど、で、まあ私はですね、やっぱり日本の国政政党にその暴力革命をですね、堅持しているような国政政党あってはいかんでしょうというのはね、そうですし、そうなんですよ。なので日本共産党さんにおきましては、公安調査庁から監視団体になっているというのは共産党としても望ましくないわけですね。なのでそういうレッテルをね、剥がされること自体は、ね、共産党さんとしても私としても意見は一致するところなんですよ。そこはね、もう意見一致する。日本の国政政党にそういう暴力革命の方針を持っているような国政政党がなくなるということ自体はもう大賛成ですね。なので今後ですね、いろんな方が努力、もちろん共産党さんはね、当然努力する必要があると思うんですよ。日本政府がね、共産党を暴力革命の方針を、まあ、捨てていないという判断には、まあ、それなりの理由がありますので、まあ、そういったね、いろんなところを条件をですね、まあ、クリアすることで、まあ我々もそうですけれど、日本共産党さんの方で、まあ、努力することで暴力革命の方針を、まあ、完全に捨てたと、まあ、される。で、まあ、その結果公安調査庁による監視対象団体として、まあ、外されるというのは私としてもね、一致するところでございますということで、まあ、そういうお話をね、させてもらったら、まあ、その点はね、納得されてました。まあでもね、やっぱりね、お怒りはお怒りということで、まあでもね、直接ね、2人でね、話させてもらって、面と向かってね、そういう話させてもらったので、今回のイベントについてはですね、まあ、宮本徹さんと直接話ができたということ自体はもうとにかく大きな収穫でありましたということで、イベントを開催していただいた方にはね、この点もね、感謝したいですね。ということで、まずそのご報告をさせていただきました。玉島共同病院、懐かしいですね。まあ私結構三井にはお世話になったんですよね。医学生時代に、まあ小学生というわけじゃないんですけど、いろいろとね、イベント参加、お誘いとかいただいて参加させてもらったんですよね。三井の方々のとの交流を通じて、海外も、ね、行かせてもらったんですよね。モンゴルであったりインド、あとはヨーロッパかな、スイスか、バーゼルね、そちらも行かせてもらいました。あと辺野古も行かせてもらいましたし、三井さん、まあつまりね、ある意味共産党さんには昔からお世話になっていると言えるわけですね。であと、まあ、三井は職場としても、まあ、バイト先の病院としてだいぶお世話になりましたということで、まあ、私はそういうね、まあ、お世話になったことについては、まあ、感謝はしております。まあ、だからこそね、日本共産党さんにとっても今後努力することで、まあ、暴力革命のね、レッテルを、まあ、外されるようなことになればいいなとは思います。はい、まあ、その点はね、まあ、繰り返しになりますけど、その点は先ほど宮本徹さんとお話しさせてもらって、その点はね、納得されてました。はい、まあいろいろと納得されてないことをいろいろとね、言われましたけれど、そこはまあ仕方ないなと思います。はい、昨日もツイッターつぶやきましたけど、人間同士なんて分かり合えないもんなんですけれど、まあその中でね、分かり合えるところをまあ見つけて、
少しでも議論を進めていくというのは非常にいいことなんじゃないかなと思っております。